はい、今日は2月の4日の、11時50分です。10時50分ですね。ちょっとダイエットスタートですね。今、昨日から始めたんですけど、83.65。こんな感じですね。背中はこんな感じですね。はい、今日は2月の12日ですね。体重は今日で82キロになりました。こんな感じです。ちょっと減りましたかね。ちょっとだいぶそのダイエットになれた感じしますね。はい、今日は2月19日ですね。営業終了後です。体重は 81.0 になりました。約 2.6 キロから7キロぐらい落ちたんじゃないですかね。後ろこんな感じです。横。はい、今日は2月26日ですね。体重は、79.5 キロまで落ちました。現段階で4キロ以上落ちてますね。ここはこんな感じですね。こんな感じです。はい、今日は3月5日ですね。79.2 になりました。ちょっとね、落ちてるんですけど、結構停滞期に入ってますね。体重の落ちがいまいちですね。こんな感じです。ここ。後ろ。はい、今日は3月の13ですね。体重が78.2ですね。ちょっと動いてきたって感じですね。こんな感じですね。はい、今日は3月、19日ですね。体重は 77.3。だいぶ落ちましたね。77.3 です。今日は、4月2日ですね。体重は 76.8。2週間ぶりなんですけど、再計量出ました。こんな感じです。はい、今日は4月の18日ですね。体重は落ちて 75.3 ですね。75キロ台に入って、ちょっと前半ですね、行ったって感じですね。ちょっと痩せましたからね。オープンダイエットかもしれません。こんな感じです。はい、今日は、4月の20日ですね。ついに、74.5 キロ、ライト級に到達っていう感じですね。そうですね、自分ではそんなに減ってるとは思わなかったんですけど、だいたい2ヶ月半ぐらいですよね。2ヶ月半で9キロ近くダイエットできたんじゃないでしょうかね。こんな感じです。はい、そういうことでダイエット、記録だったんですけど、どうやって痩せたかというと、まずですね、
こう元々の僕の生活ってあのお昼が、ラーメンとかカレーとか結構そのランチ時ではないんですよね。結構昼過ぎにいつもあのお昼ご飯を食べるので、そうするとどうしてもあのチェーン店ばっかりになってしまうんですよね。なのであの近くのカレーとかラーメンをいつもお昼に食べて、で帰ってきて、まあ晩ご飯も食べて、で練習終わって帰って、夜は、お菓子とお酒という生活だったんですね。でもだんだん太ってきちゃって、もう体がもう見にくくて、もう自分が許せなくなったっていうのが最初のダイエットの理由になります。で最初にまずその生活から脱出するために何したかっていうと、まずは朝ごはんを、ブラックコーヒーのみにしたんですよ。1日2食にしてみようと思います。まあオートファジーみたいな、あのいわゆるこう16時間ぐらい食感を開けてみようみたいな感じで、始めました。でそしたら結構最初減ってきましたね。でちょっとずつ減ってきて、今度はちょっと昼ご飯変えてみようっていうことになって、まあいわゆるこのマッスルデリーみたいな、あの冷凍の普通のご飯にしました。だからまあそうじゃなくても、カレーとかラーメンっていうのを完全に排除して、腹8分目を意識しましたね。でまあ体重がどんどん減ってきてからは、逆にこうご飯の量とか炭水化物の量を増やしてたんですよね。そしたらまあ普通にそれでもやっぱ体重の落ちはどんどん落ちていったので、まあ今に至るという感じでしたね。ダイエット記録はそんな感じですね。まあまあこのままずっと維持しようかなと思うんですけど、このダイエットしてまず何が変わったかっていうと、ジュースで言うとスタイルがかなり変わりましたね。体重がないのでそもそもプレスがかけれなくなったんですよね。まあそうすると体重の重心値も変わるということですね。なのでまあいわゆるこの巻き出しのプレッシャーしたら弱くなったってことですね。ガードとしてはガードは取りやすくなったと思います。あの物理的にこう脂肪がなくなったので足を上げやすくなったっていうのが一つあるかなと思います。そしてあとはそうですね、これはね結構すごく感じたんですけどね、膝の痛みがなくなった。これ膝ずっと痛かったんですよ。もう1年ぐらい、実はもう1年以上ずっともう膝の先が痛くて、もうそれが悩みでずっといたんですけど、膝の故障がなくなってしまったっていうことで、結論としてはもう日常生活がすごく快適に動きやすくなりましたね。小走りになったというか、ジュースのスタイルも変わったみたいな、久しぶりに痩せたっていうのがあって、まあ自分をなんか認めたくなっちゃうっていうので、ダイエットいいかなと思いましたね。そんな感じで、まあ、よろしければ、まあ、僕のダイエット記録、参考にしてください。何か質問があれば何でも、答えますのでお願いします。ね、よかったら最初は、朝ごはんをコーヒーとかだけ、プロテインだけに変えるだけでも、だいぶ変わるんじゃないでしょうか。まあ、僕らね40代だからといって基礎代謝がなんか落ちてるとかって正直感じませんでしたね。なんか逆にちゃんとやることやってれば落ちるっていうのをすごくまた再認識できました。ただまあそのおっさんは変わりがないので関節にダメージはあるなと、やっぱちょっとウェイトトレーニングによって故障も若干あったりもしたので、まあ、そこはね気をつけていけばいいかなと思いますので、よろしければダイエットの参考にしてください。いつもこのチャンネルご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録といいねもお願いします。ありがとうございました。